民主党代表の海江田万里です。私は民主党無所属クラブを代表し、安倍総理の施政方針について質問します。なお、総理の答弁によっては再質問することをあらかじめ申し上げます。馬年の今年、年男の安倍総理は、郷里の山口で、障害を力強くひらりと越えてゆく春芽のようにと述べられました。しかし最近の総理の路線は、立憲主義と平和主義を軽んじ、格差と貧困を放置しているように感じられ、春芽ではなく、暴れ馬の感がいたします。総理が施政方針演説の冒頭で触れられた、ネルソン・マンデラ元大統領は、平和主義に基づく差別の撤廃、格差と貧困の是正を目指しましたが、安倍総理の目指すところは、相当に違いがあるのではないでしょうか。お尋ねします。安倍総理は本当に故マンデラ大統領と自らの進む道は同じだとお考えでしょうか。総理の言う障害とは何ですか。そして障害を乗り越えた先の日本では、立憲主義と平和主義、格差と貧困はどうなりますか。お答えください。私が思うところ、安倍総理の進む道、世の中を変える先には三つのリスクがあります。第一は経済です。一見順調に見える安倍経済政策も、金融緩和と円安誘導、大企業優遇と財政出動による公共事業の大盤振る舞いがその実態です。総理が出かけたダボス会議、会議に先立って発表されたグローバルリスク報告書14年版では、2014年に世界が直面する最大のリスクは所得格差問題の悪化だと指摘しています。しかし総理のダボスでの冒頭演説は、所得格差の問題には一言も触れられていません。今、世界でも日本でも大きな課題となっている所得格差の拡大、格差と貧困の定着を打破する決意と処方箋が一番の課題です。総理自身の言葉と決意で具体策をこの場で改めて語っていただきたいと思います。第二の不安とリスクは外交です。ダボスで第一次世界大戦前の英独関係と今日の日中関係を同一した発言が物議を醸しました。欧米のマスコミは総理の発言に驚愕しています。フィナンシャルタイムズ社の社説は、1914年の欧州と現在の比較そのものを日本の総理大臣が容認したということは、ゾッとするほど恐ろしい、扇動的だとしています。マスコミは事実を伝えていないなどと責任転嫁する前に、例えが不適切であったことを認め、日本と中国は絶対に武力衝突をしない。私は絶対にさせない。日本はアジアの近隣諸国とは再び戦火を交えないと、この場で断言すればいいのです。ぜひおっしゃっていただきたい。それは今日本国民が最も聞きたいことでもあります。そして安倍リスクの第三は国の在り方であります。総理は戦後レジウムの解体を唱えていますが、そうなるとはもちろん私も考えたくもありません。しかし、閉鎖性と統制色の強い戦前の社会に戻ることが、懸念がどうしても払拭することができません。その危うさが秘密保護法制定に如実に示されています。総理は秘密保護法案の強行採決の翌朝、嵐が過ぎ去った感がしたと語りました。驚くべき感覚であります。秘密保護法強行採決に危惧の念を抱く国民の声、メディアの声は嵐ですか？正直にお答えいただきたいと思います。安倍総理、
民主党は国民の知る権利、報道の自由を守るよう抜本的に改正する情報公開法改正案と公文書管理法改正案を今国会で成立させることが揺らいだ信頼を回復する唯一の道と考えますが、総理は検討に値しないと切り捨てますか？そんなものはいらないと否定されますか？お答えください。もう一つ憂慮すべきことがあります。公共放送 NHK の新会長が就任会見で従軍慰安婦の問題を記者に聞かれて、それはどの国にもあった話ですと答えて、フランスやドイツ、挙句の果てにはオランダにも言及しています。この議場での引用をはばかるはずべき発言であります。慌てて取り消したようでありますが、取り返しがつかないと言うべきでありましょう。この NHK 会長の暴言は、河野談話を素直に肯定しない安倍総理の思いが乗り移ったのでしょうか。この暴言をどう受け止めますか。 NHK 会長は総理の任命ではないと言ってこのまま看過するのでしょうか。ことは公共放送の在り方にも関わります。明快な見解をお示しください。総理の対中関係、対韓関係にかける思いを伺います。総理はドアは常に開かれていると言いますが、その実開かずの扉にしています。言うだけで何もしないのでは誰も言っていることを信用しません。具体的にお答えください。日中日韓の緊張を緩和するためにいつどう行動しますか。何もせず挑発的言動を繰り返すだけでしょうか。もう一つ、日本政府は一貫して目指してきた国連常任理事国入りは安倍政権になって近づいたのでしょうか。それとも遠のいているのでしょうか。端的にお答えください。総理は地球儀を俯瞰する外交を吹聴していますが、あなたの地球儀では黒く塗りつぶされた部分があります。しかも我が国の近隣にあります。大変残念なことであります。安倍総理の歴史認識と挑発は米国や EU 諸国からも憂慮されています。総理自身が村山談話、河野談話を真摯に素直に認め、歴史認識を明確にし、戦前の侵略と植民地支配について反省の気持ちを率直に表明すべきですが、まだ我を通し続けるおつもりでしょうか。安倍総理が自身の総理在任中に拉致問題を解決するとした公約の実現のためにも、各国の協調は必要でありますが、総理はそうした国々といさかいを続けて、拉致問題の解決をどう図るのか、はっきりお示しください。総理の靖国神社参拝は国益上正しい行為でしょうか。国民の心は安らいだでしょうか。諸外国の国民は安倍総理の行動に賛同しているとお考えでしょうか。お答えいただきたいと思います。そして自民党の総裁特別補佐は安倍総理の靖国神社参拝に絡んで、アメリカ政府が失望の念を表明したことについて、共和党政権の時はこんな上げ足を取ったことはなかった、民主党のオバマ政権だから言っていると発言したとの報道があります。この発言は自民党の共通認識であるのか、安倍総裁の認識であるのか、お答えをいただきたいと思います。総理は靖国参拝について批判されても責任を果たすと強弁していますが、責任ある態度を取られるなら、この議場で総理在任中はもう行かないのか、また行くのか、明言されてはいかがでしょうか。ここははっきりと態度表明をすべきではないでしょうか。
昨年10月、米国のケリー国務長官とヘーゲル国防長官は揃って千鳥ヶ淵の戦没者墓苑を訪れ献花しました。外国の政治家も含め内外の人々がわだかまりなく戦争で亡くなった方々を追悼できる国立追悼施設を作ることは我が国と国民にとってプラスにこそなれマイナスにはなりません。総理は国立追悼施設を作ることにはなぜ後ろ向きなのか。アメリカの高官が靖国神社に行かず千鳥ヶ淵墓苑で献花したことに総理は失望をしているのかどうか、どうぞお考えをお示しください。さらに経済外交について今もなお TPP 交渉については国民に何も情報開示されていません。自民党の選挙公約、安倍総理の国民との約束は果たして守られるのか。保険や自動車、重要5品目、国民皆保険と食の安全など政府与党方針に変更はないのでしょうね。総理、自民党総裁として改めてお約束ください。第二次安倍内閣では積極的平和主義という言葉が多用されるようになりました。先日の施政方針演説ではフィリピンの台風被害への自衛隊の緊急支援、アデン湾での海賊対処行動、日本の ODA などを例示しました。これが積極的平和主義の内容ならば、これまでの我が国の国際貢献そのものであり、わざわざ積極的平和主義などと粉飾しなくても済むのではありませんか。一体何が違うのでしょうか。わざわざ積極的平和主義と名付けて何をしようとしているのか。また積極的平和主義との主張がどうしてアジアの隣人や欧米諸国から不信の念を持って見られるのか。総理の説明を求めます。韓国の PKO 部隊への弾薬提供は武器輸出三原則の例外として説明されました。トルコとは戦車のエンジンを共同開発する話が進んでいると聞きます。フランスとも協議中との話です。武器輸出三原則はどこまで緩和するのですか。その原則と方針を具体的に示してください。さらに防衛大綱には弾道ミサイル発射手段等に対する対応能力のあり方についても検討の上必要な措置を講ずるとありますが、一体何を意味するのか明らかではありません。武器輸出や敵基地攻撃について安倍内閣としてどうしたいのか、総理の明快な所見を伺います。中国との間では常態化する領海侵犯、国際ルールから逸脱した防空識別圏の設定など安全保障面でも課題が山積しています。民主党もこうした中国の力によって現状変更をしようとする行為に対し強く抗議を行っています。政府はあらゆるルートを使って海上連絡メカニズム、防衛ホットラインなど偶発的なケースも含めた危機時のルール化について中国側と協議すべきだと考えますが、総理の見解をお示しください。普天間飛行場の移設をめぐって昨年来中居間知事が辺野古埋め立て申請を承認しました。知事は安倍総理に5年以内の普天間飛行場の運用停止や地位協定の改定を求めましたが、安倍総理はこの要請について日米首脳会談でオバマ大統領に直接談判するつもりはありますか。はっきりお答えいただきたいと思います。また先日の名護市長選挙で自民党の石破幹事長は500億円の振興基金構想を突然ぶち上げましたが、現職が当選するやこれを
事実上ゼロベースに戻してしまいました。こうした利益誘導のような選挙目当てと受け取られかねない言動が、辺野古移設のため住民理解を求める誠意ある対応でしょうか。安倍総理は自民党総裁としてこの500億円振興基金構想についてどう考え、どのような責任を果たされるのかお答えください。議長、少し事情がやかましいですか。失礼いたします。安倍総理は戦後レジウムからの脱却を成し遂げるためには憲法改正が不可欠だと自らのホームページに記載しています。一方で憲法改正ではなく解釈改憲、すなわち憲法解釈を変更することで集団的自衛権の行使を容認しようとしています。総理、集団的自衛権の行使についてはなぜ解釈改憲を目指すのでしょうか。また解釈改憲がなったらもう明文改正の主張は取り下げるのですか。明確にお答えいただきたいと思います。そして安倍総理は二度目の総理就任直後、最初に行うことは96条の改正だと明言をしています。この考え方は今や撤回されたのでしょうか。やはりまず96条改正を目指すのでしょうか。それとも解釈改憲という手段を取るおつもりでしょうか。具体的にお答えください。磯崎総理補佐官は集団的自衛権の行使について今国会中に内閣法制局の解釈変更の発表で済むと述べているようでありますが、これが総理の考えでしょうか。これも明確にお答えいただきたいと思います。さらに国民投票法における18歳投票権はどうするのでしょうか。自民党内の抵抗が激しく、公明党の顔も立てなくてはならず、当初は20歳、4年後には18歳以上とするともされていますが、これが与党としての責任ある国民への提案なのでしょうか。自民党総裁として責任を持ってご説明ください。まもなく東日本大震災から3年になろうとしています。総理は2020年には新しい東北の姿を発信すると言いましたが、国土強靭化の名のもとに全国で公共事業が展開され、被災地では人件費、資材費が高騰し、入札不調が相次いでいるのが現状です。総理はこうした実態と相路を具体的にどう克服していくのかお示しいただきたいと思います。昨年安倍内閣は復興加速化に向けた指針を決定されました。その柱は避難者全員帰還の原則を断念し、帰還困難区域の住民には慰謝料を追加する一方、避難指示解除区域においては早期帰還を促すというものであります。しかしこれは福島再生への加速なのでしょうか。総理がアンダーコントロールだと国際社会に宣伝した汚染水問題は今も解決していません。除染や廃炉、被災者への補償も遅々として進みません。こうした問題にどう取り組み、東京オリンピックをも通じて福島の再生、原発事故被災者の生活再建を実現するのか、この場で明確にお答えください。さて、エネルギー基本計画がいまだに閣議決定されず、安倍政権のエネルギー政策に関する方針が示されていないのはなぜでしょうか。安倍政権では原発を重要なベース電源と位置づけるという議論が行われていたと承知しております。先般の施政方針演説で総理は、安全規制を満たした原発は再稼働させるという趣旨のことを述べた一方で、原発依存度は可能な限り低減させると言われましたが、具体的な目標や工程はいつお示しいただけるのでしょうか。また、可能な限り低減させるとは、将来的には脱原発を目指すということなのか、
そうではないのか、明確にお答えいただきたいと思います。遡ってみると、自民党の2012年の衆議院選挙公約には、原子力に依存しなくても良い経済、社会構造の確立を目指すとあります。しかし昨年の参議院選の公約には、このような表現はなく、原子力政策への信頼を取り戻すとあります。これでは自民党は原発をやめるのか、進めるのかを迷った挙句、原発神話に回帰するように聞こえ、自民党のエネルギー政策は信用できません。こうした政策の変化に対する自民党総裁のご説明をお聞かせいただきたいと思います。福島第一原発の事故以来、はい、ちょっと、450早田君、はい、言ってることは正しいかどうかはよく聞かないとわからないから、皆さん静かに聞いてください。いや、ちょっとやかましいな。福島第一原発の事故以来、455の地方議会が脱原発を求める意見書を可決しているとの報道がありました。菅官房長官は、原発は国全体で取り組むべき政策課題だと言われましたが、正確には国でも地域でも取り組まれる問題であり、巨大与党の独断が許される政策ではありません。今後この脱原発を求める地方の声にどのように応えていくのかお聞かせいただきたいと思います。それにしても東京都知事選挙に絡み、安倍総理を含めて原発問題は東京都の政策課題ではないという合唱の声が聞こえます。それは東京都民が選択すべきことであります。その東京都民にプレッシャーをかけることが政府の取るべき態度なのかお答えください。同時にオリンピック組織委員会会長が就任前とはいえ、6年先の五輪のためにはもっと電気が必要だ。今から原発ゼロなら五輪を返上するしかなくなる。世界に対して迷惑をかけるなどと発言していますが、オリンピックを政治と絡めるのでしょうか。総理は東京都民が脱原発を支持するなら、オリンピックは返上するべきとお考えなのでしょうか。お答えください。次に経済です。安倍内閣が華々しく打ち上げた大胆な金融緩和、機動的な財政政策は、今では燃料費や原材料費の高騰など、円安のマイナス面で国民生活を圧迫しつつあります。総理は企業優遇で賃金アップが実現するというシナリオをダボスでも強調されましたが、賃上げが一部企業にとどまらず、広範なものになるという根拠は一体何ですか。そしてその賃上げが雇用の安定をもたらし、ワーキングプアと言われる非正規労働者が正規雇用に改善され、基本給そのものが安定的に引き上げられ、可処分所得がたとえなだらかではあっても年々改善されると約束できるのでしょうか。お答えいただきます。政府の経済見通しでは14年度の物価上昇は 3.2% です。これより賃金上昇率が低ければ、実質的に賃金は低下することになりますが、本当に 3% を上回る賃金上昇の実現が可能なのでしょうか。そしてどのようにして実現するのでしょうか。大企業も中小企業も、大都市でも地方でも、正規社員も非正規労働者も、賃金は 3.2% 以上上がると言えるのでしょうか。お答えいただきたいと思います。雇用の安定によって消費を拡大することこそが持続的な経済成長の本道であると考えます。しかし、安倍政権は解雇の金銭解決制度、限定正社員の制度化、解雇特区など解雇しやすくすることばかりに熱心です。安倍政権は正社員を減らし、一生派遣のまま働かざるを得ない労働者を増やす規制緩和を行おうとしています。このような改悪は絶対に認められません。働く人たちの反対を押し切ってでもこの改悪を行うのか総理に伺います。正社員になることを希望する派遣社員の方々に安倍総理は派遣で良いではないかと胸を張って言えるのでしょうか。総理の見解を伺います。派遣社員から正社員、
有期雇用から無期雇用への転換をしにくくする安倍政権の政策は、若者や女性を支援する安倍政権の方針と逆行するのではないでしょうか。総理はどう説明されるのかお示しください。政府の産業競争力会議では、いくら働いても残業代が払われないホワイトカラーエグゼンプションの導入が検討されています。総理は、ただ働きを励行し、長時間労働によって仕事と子育ての両立を妨害するつもりでしょうか。総理の見解を伺います。安倍総理が重視している教育における英語や留学の支援も、教育の機会均等という機会平等という大元を大事にしないと本末転倒です。雇用の不安定化によって格差が拡大し続けています。年収400万円以下の家庭では、大学進学率が3割しかありません。まずは雇用を安定化させ、教育格差を是正するのがあるべき教育政策ですが、総理の答弁を求めます。総理は女性が輝く日本を目指すと言います。パート非正規労働、男女賃金格差に苦しんでいる女性にとって、正規雇用になること、社会保険に加入できること、賃金差別を解消することが輝くための具体的方策であります。女性の正規雇用を強力に進め、そのための税制や社会保険制度の歪み、女性差別を解消する道こそ、女性の能力が発揮される道です。安倍総理のご主張は、普遍的な女性重視ではなく、一部の女性にしか視点を当てていません。安倍総理は、パートや派遣、非正規労働に従事する女性が輝くために、どのような具体策をお持ちかお示しいただきたいと思います。消費税率の引き上げに際しては、増収分は全額社会保障に充てる。そして、増収分の2割を社会保障の充実に配分することが、民事公の三党合意によって消費税法を成立させた時の政府と国民との約束でした。しかし、安倍政権になり、来年度社会保障の充実に充てられるのは、国地方を合わせて、増収分5兆円の1割に満たない5000億円弱だけでおしまいです。政党間協議でも自民党公明党はのらくら逃げ回っています。なぜ1割弱にとどまるのか、国民との約束を反故にするのか、安倍総理、そして三党協議の当事者としての自民党総裁に政府と与党としての見解を伺います。年金制度の充実について伺います。安倍総理は施政方針演説で将来にわたって安心できる年金制度を確立しますと断言されました。では、非正規雇用の方々が厚生年金に加入できず、国民年金の滞納率が高い状況、低年金、無年金になる人が増えている問題について、どのように説明し、どのように対応し、安心できる年金制度を確立するのか、その説明なくしては、施政方針演説は空文句と言わざるを得ませんが、総理の明快な説明をお願いします。安倍政権では社会保障の充実よりも負担増と給付カットの議論ばかりが先行しています。難病対策をライフワークと言っている安倍総理が、難病や小児慢性疾患の患者の一部に対して医療費の負担増を求める方針です。難病指定は増やすが、対象拡大に見合っただけの予算を増やさないのは、調査母子にも似たトリックではないでしょうか。私は昨年12月、佐賀県難病相談支援センターを訪問しました。そこで、難病患者は生命を維持するために、電気代や水道料金など、一般の家庭以上に大きな負担がかかっている。新たに医療費の負担がかかると、死ねと言われているようなものだという悲痛な叫びを聞きました。ギリギリのところで生活されている患者の方々に、どうやって増える費用を捻出しろというのか、安倍総理からこの場で患者と家族に明確にお示しいただくことを求めます。さらに、給付カットの中で私たちが最も心配しているのは、
要支援者の介護サービスを介護保険事業から外して市町村に移管する要支援切りであります。要支援者が適切なサービスを受けられずに重度化し、家族の介護の負担が増えてしまいます。なぜこのような冷たい措置を取るのでしょうか。また、すべての女性が活躍できる社会を作ると言いながら、働く女性を現場からリタイアさせ、働き盛りの40代、50代の男性の介護離職を増大させる政策を取るのか、安倍総理の言うこととやることがどうしてこうも逆行するのか、総理の答弁を求めます。消費税率の引き上げに伴う低所得者対策も不十分と言わざるを得ません。4月から消費税が引き上げられますが、影響を緩和するための給付金の給付時期は自治体に丸投げで、給付が大幅に遅れて家計や景気に悪影響が出る可能性が大であります。総理、消費税の引き上げは4月です。この給付措置こそ今年度中に実施されなければならない施策のはずです。総理は給付金をいつ給付すると約束するのか答弁を求めます。そして27年度以降の給付方針が示なされないままの1回限りの給付金では人々は安心して消費できなくなってしまいますが、安倍総理から明確な方針を国民にご説明ください。消費税引き上げの眼目は社会保障を充実すると同時に財政を健全化することでもあります。平成25年度補正予算と来年度の予算を合算すると、来年度予算案の真の姿は101兆円、空前の規模です。大盤振る舞いをすることによって財政再建の道筋をますます困難なものにしてしまっています。安倍総理は消費税の増収の上にあぐらをかき、野放図なばらまきで財政再建を放棄したのでしょうか。どのようなスケジュールでどうやって財政を再建するのか、はっきりお示しください。また、復興法人特別税の前倒し廃止によって8000億円の減収になりますが、連帯と絆から黒字企業が離脱することに、引き続き所得増税に耐えなければならない国民は納得しているでしょうか。総理の所見を伺います。消費税増税という形で国民に負担を求めるからには、政治家自ら身を切る改革が必要と何度も各政党が表明してきました。しかし残念ながら安倍総理の下で一向に進んでおりません。自民党は具体的な提案をしているといつも言い訳されますが、実現していないという現実があります。提案を実現するのはまず巨大与党の責任です。自民党総裁としてどう対処するのか明確なご説明を求めます。議員定数削減のみならず、安倍内閣の行政改革への取り組みそのものが極めて後ろ向きと言わざるを得ません。安倍内閣においても天下り斡旋は行っていないとしながらも、現実に官僚の天下りはなし崩し的に増えています。公務員人件費の削減については人事院任せとなっています。天下りの増大をどうするのか、国の出先機関の廃止など、地域主権改革はいかに進めるのか、公務員の労働基本権付与と総人件費の削減を具体的にどう進めるのか、明快にお示しください。最後に総理は施政方針演説で責任野党に言及されています。安倍総理がやりたいことに賛成し、すり寄ってくる野党は良い野党。安倍総理のやりたいことに反対し、厳しく批判する野党は悪い野党とでも言いたいのでしょうか。私は与党の誤った政治、国民を顧みない政策と厳しく対峙し、常に国民に対案を提示し、選挙で政権交代を目指す野党が真の責任野党であると考えます。安倍総理と真正面から対峙し、国民の命を守り、雇用を守り、暮らしを守る政治をたゆまず追求することが責任政党の姿であり、民主党が目指すところであります。私たちは平和と自由と民主主義を脅かす動きに対しては断固として戦うと宣言して質問を終わります。